皆さん、こんにちは。ユーダイモニア研究所へようこそ。本日は意識構造変遷理論についてお話しいたします。人間の成長と進化には横の軸と縦の軸が存在します。横軸は主に知識、能力、スキル面での成長を意味し、水平的に成長していきます。例えばあなたが海外留学をして外国語を学んだり、仕事で幅広い金融の専門知識を身につけた場合などは横軸の成長に該当します。それに対して縦の軸は人間の心の変遷を意味します。心の変遷？どういうこと？と思われるかもしれませんが、実は私たち人間はみんな目には見えないメガネのようなものをかけてこの世界を生きているのです。それぞれの人間がどの位置からこの世界をどのように見ているのか、つまりその人の視座の高さや意識構造に応じて価値観が明らかになるのです。この建物の階層がそのまま意識構造の各ステージであると想像してみてください。つまり縦軸方向の人間の心の変遷とは、その人の世界の認識の仕方がまるで新しいメガネを付け替えたのように、これまで全く考えたこともなかったような新しい世界観に移り変わっていくこと、そしてそれに伴い価値観や思考、行動、幸福の幅が変化していくことを意味します。人は人生の中で一歩一歩見えない階段を登るかのように、様々な経験を経ながら意識構造が変遷していきます。時に悩み、何度も立ち止まり、そしてまた歩き出し、自分のこれまでの常識や信念を覆されるような自己喪失を味わい、自ら真に変わりたいと思った時、実は人が大きく進化するチャンスなのです。常識や古い考え方を手放し、全く新しい概念に基づく世界観や価値観を発見した時、既存の意識構造から次の意識構造へと変遷するのです。人は人生という冒険の中で様々な出来事を経験したり、人々との出会いと別れを繰り返しながら、異なる世界観やこれまで知らなかったものの見方や新しい生き方に出会います。過去の自分の世界観や価値観を全て包摂して進化を繰り返しながら、それぞれにとって必要な速さとタイミングで垂直的な進化を遂げていくのです。以上が意識構造変遷理論における人間の意識構造の垂直的変遷の説明になります。この理論においてとても大切なことは、意識構造に序列や優劣は一切ないということです。意識構造を高めることが目的なのではなく、自分の今いる意識構造における大切な気づきや貴重な学びを意識的に味わうことが何より人生を豊かにしてくれます。しっかり学びきった後、結果として意識構造が変遷していくのです。自分自身についての理解を深めるのはもちろんのこと、家族やパートナー、会社の同僚、部下、上司など自分の周囲の大切な人たちをより深く理解する上で、意識構造変遷理論はとても有効です。ぜひご自身が今どんなメガネをかけて世界を見ているのか、相手はどんな意識構造で何を大切に生きているのか意識してみると、新たな気づきと学びを得て人間関係が素晴らしく変化していくでしょう。それでは今回の動画はこれでおしまいです。また次回皆様にお会いできることを楽しみにしております。ご視聴ありがとうございました。